宮城県道10号塩釜渡り線は、宮城県塩釜市から、渡り郡渡り町に至る県道である。宮城県塩釜市の国道45号高点から、道県渡り郡渡り町の国道6号高点に、至る。太平洋、仙台湾に沿って、塩釜市中心部付近を通る国道45号から、仙台塩釜港塩釜港区及び仙台港区を経て、 仙台空港の滑走路下をトンネルで潜り、渡り町中心部付近の国道6号に至る道路である。国道4号仙台バイパス、仙台東部道路、低山運河などと並走している。新産業都市、仙台湾地区の臨海工業地区を結んでいる。仙台都市圏では浜街道と呼ばれている。当地では国道六号を陸前浜街道ということがあまりないため、 混同されずに使用されている。ゆりあげ大橋南詰めの変則後サロ交差点が渋滞箇所として知られているが、東北地方太平洋沖地震の際には、ゆりあげ大橋が事故で閉鎖され、かつ、同交差点の信号が停電で機能せず、避難する車も殺到したため大渋滞となり、車に乗ったまま津波に飲まれて犠牲になったものが多数、出た。仙台市の復興計画では、 海岸堤防、防潮林に続く津波への多重防御の3段階目を当線とみなし、地盤から約6メートル盛り土した上に当線を通す予定になっている。2014年3月に着工し、2019年3月末の完成を目指したが、一部区間で地盤改良などが必要になり、開通が約半年遅れていた。その後、 開通日が2019年10月19日に決まったが、令和元年東日本台風の大雨の影響で、道路の裏面の氷土が流出する被害が出たため、同年11月30日延期となった。また、当選より、海側は災害危険区域に指定する予定。東部復興道路の開通により、同道路と並行する6 8トルの区間は、東部復興道路が、 県道10号となり、旧道は仙台市道となった。仙台市若林区付近宮城野区中野石橋、交差点仙台港付近。ありがとうございます。